に出つけ。そこですか。はいはい、撃たせていただきます。はい、撃たせていただきます。はっ、セーフ。はい、忍び天使。なんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ記憶。あの時はこの者たちがいきなり私たちの目の前に現れました。今度は私たちの運がこの場所へと引き入れられたように感じます。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気が見当もつきません。そしてこの場所は一体。ユミチー、ヤザクラチー、海だよ海海。はい、みのり、スイカ割りや
我は砂浜に穴を掘って埋まり、皆さんもう少し緊張感を持ってくれると助かります。ダメだ、見つからない。リョウビとリョウナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても、修行中に黙っていなくなるとは普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったとか。やっぱり外は怖い。ダメだ紫、そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。でも重要なレイド戦は今日までだし。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。分かった。偉いぞ紫、それでこそ僕の妹だ。ではもう少し探してみるか。よっかく、これで実は遊んでましたなんて。イム、お姉ちゃん。なんで二人とも引きつった顔をしてる。お前おでこが広がってるのか。みやび、何を言ってるんだよ。広がってるんじゃない、すごく光って。おでこが光ってるって、そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている、ピカピカと。大丈夫だよお姉ちゃん、おでこが光ってても。ああ私も同じだ。おでこが光っていてもイムはいつまでも。だから光ってるわけ。なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ、その光が反射して。おね、ほーら見たことか。だいたいおでこがピカピカ光るわけないだろ。まだイム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。光え、夏の砂浜ど海はイム、紫、本当だ、誰か。状況がまだ了解だよ、ミヤ。悪の誇りを舞い掲げよう。
呼び転身。肩慣らしにもならん。手応えのない連中だったな。ミヤビー、こいつらってこの間のスパリゾートで襲ってきた奴らと同じだよね。ああ、そうだな。見たことのない忍びだが。まさか劉備と龍馬も。可能性はあるな。くん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 、待って、お姉ちゃん。劉備と龍馬の匂いか。うん、この匂い。紫、
案内を頼む。急ぐぞ。あれ、リョウビさんとリョウナさんとそっくりな匂いが。もう一つ、この匂いは誰？この程度か。してだよアスカ、こんなに頼んでるんだから少しくらいいいだろう。ああそうか、頼み方の腕は改めて、うん、お願いです。おっぱいを揉ませていただけるでしょうか。ダメダメって、今の頼み方の問題じゃなくて、嫌なものは嫌なの。そんなにおっぱいを触りたいなら自分のを触ってればいいじゃない。見損なうなアズカ、あたいが今日はまた一段とカツラギが暴走しているようだな。近づいちゃダメだぞヒバリ。うん、気をつけるね野球ちゃん。クソ、どうして誰も触らせてくれないんだヘルモン。カツラギさん、いい加減にしてください。アズカさん、だったらカツネ、ヒバリの肩なら揉んでいいよ。はあ、肩なんて揉んでも何一つ面白くありませんから。ヒバリ、肩が凝っているならなぜ俺に頼まない。いくら野球ちゃん、鼻息が荒いんだけど。ん、おお、あたいの願いが聞き入れられた。カツネ、アスカ見てみろ、お前の後ろの光を。え、なんですかこの。この光はおっぱいの国に通。そんなわけありません。カツラギさん、気をしっかり持ってください。カツネ、危ないからその光。さあ行くぜみんな、あの扉の向こうでおっぱいが待ってるんだ。ヒャッホー。無事みたいです。でどこかのビーチみたいだけど。季節も夏になっているぞ。明らかに。いや、おかしくない。夏といえば水着。水着と、あたいが言った通り、ここはおっぱいの国に違いない。待ってみんな、それどころじゃないよ。あっちか。しかもかなりの人数です。あの人たち忍び？殺気を持って向かってくるなら迎え撃つ。うん、そうだね、やるしかないね。よし、みんな行くよ。
だね。Yeah.
おかしいと思って来てみたら、ユミちゃん、それにミヤビちゃんも。もしやアスカさんたちも謎の光に吸い込まれてしまったのですか？いきなりで抵抗する間もなかったよ。ミヤビさんたちとは先ほど合流したのですが、ここに来た状況は全く同じです。わからないけど、でも誰かが私たちをここに集めたのかな。ああ、そう考えるのが妥当だろうな。あっちから匂いがします。これはリョウビさんとリョウナさんの匂いです。え、リョウビちゃんとリョウナちゃんは一緒じゃなかったの？ちょっと事情があってな。二人もここに来ていたのなら話は早い。早速合流するとしよう。いい感じ。いい感じに成長できました。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。ヨミお姉ちゃん、その無心に食べ続けてる草、おいしい？おいしいかおいしくないかは問題ではありません。お腹にたまるか。アルバイトのお給料日はまだ先なのに。わし感情ないけど食欲はあるんや。このままや。おや？あれは何でしょうか？何か。兄ちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。幻覚？いえ、これは幻覚なんかじゃ。あれ？私にも見えちゃってるんだけど。なんだここは。どうして夏で砂浜なんだ。誰か私に説明しろ。ホムラが寝てる間に不思議な光が現れ。バカな、そんな不思議なことがあってたまるか。いや、それホムラでしょ。というかこれは夢か。ならば肉よ、入れよ、たくさんの肉よ、出ておいで。山盛りの。ホムラちゃん、残念ながらこれは現実よ。なんだと。皆さん誰か来ます。未来さっきは何、わしらとやりや。無論やるに決まっている。殺気に対しては殺気で答える。それがホムラグレン隊だからな。ホムラ、毎順次よ。よし、こいつで。遅い。
戦突破。よし、こいつで。よし、こいつで。受けてみろ。逃がすか。クラキャクルセントスパーやらせ遅い。逃がすか。セルチェスト受けてみろ。クラキャクルセントスパー受けてみろ。逃がすか。テイス受けてみろ。やらせ遅い。逃がすか。セルチェスト受けてみろ。テイスキャクルセントスパーやらせテイス受けてみろ。セルチェスト逃がすか。やテイステイス遅い。忍び転身。嫌がったぜ。こいつでとどめだ。嫌だテイス燃えろ。こいつでとどめだ。まだこいつでとどめだ。こいつでとどめだ。まだこいつでとどめだ。うつしてないんだよ。ちょうどいいもんだな。これっぽっちか。なんだなんだ、これっぽっちで終わりなのか。私たトムラちゃん、アスカ、それにユミ、ミヤビも。ホムラさん、相変わらずお元気そうですね。これではっきりしたな。私たそいつは誰だ。この声はまさか。ちゃんと揃ったようだね、若きしな。ばっちゃん。ばっちゃん、あの方はアスカさんのおばあさまなのですか。ばっちゃん、心配してたんだよ。こんなところで何やってるの。どうして家を出て行ったの。その辺のことはおいおい話すよ。え、どういうこと。どうした、みやび。バカな、ありえない。どうしてお前がここにいる。私の目の前で死んだはずなのに。リョウキ、
ただいま、みやびちゃん。みんな、陽気お姉ちゃんが帰ってきました。絶対舞台に役者が揃ったようじゃの。さあ、これより祭りの始まりじゃ。神楽千年祭にようこそ、若き忍びたちよ。神楽千年祭。神楽千年祭とは、無念のうちに死んだ忍びたちの魂を安らかに成仏させるための祭りじゃ。だから、死んだ忍びが生き返ってる。そう、さっきお前たちが戦った忍びたちもそうじゃよ。まあ、お主らの先輩ってわけじゃな。それって幽霊ってこと？なんだアスカ、幽霊が怖いのか？情けないやつだな。私は幽霊なんか怖くないもん。幽霊が怖いのはホムラちゃんの方でしょ。私だって怖くないさ。幽霊などちょっと体が透けているだけの、ただ死んだ忍びか。なるほど、だから猟奇が。それならもしやおじい様も。だけどどうしてばっちゃんは神楽千年祭に私たちを呼び寄せたの？さあ、なぜかの。自分のしたことを忘れてしまったのか。アスカ、お前のばあさん、もしかして。それなら優しく接してあげないとな。年寄りに優しくしようとするのは関心だが、私はまだボケちゃいないよ。今後私を年寄り扱いすらぶっ飛ばすからね。ぶっ飛ばす私を。ホムラちゃん、気をつけた方がいいよ。ばっちゃんはちっちゃいよりも強かったらしいから。何？あの半蔵より強いって嘘だろ。こう見てもわしは元神楽じゃからな。元神楽だと？元神楽だろうがなんだろうが、老人の戯れに付き合う暇はない。用がないならさっさと帰らせてもらうぞ。残念だがそれは無理じゃの。千年祭が終わるまではこの世界から誰一人として出ることはできん。この世界？ずっと疑問だったんだけど、ここはどこなの？どこじゃろうね。でも悪くない島じゃろ。生活に必要なものなんかもみんな揃えておいた。何も心配せず千年祭に没頭してもらいたい。ちょっと待て、勝手に話を進めるな。千年祭ってのはいつ終わるんだ？さあね。さあねじゃない。無断欠勤したらバイトをクビになってしまうだろう。クビになる？それが何だってんだ。忍びのくせにバイトのことを気にするなんて情けないったらありゃしない。猛烈に本当っす。うるさいうるさい。忍びもバイトも関係ない。私はいつだって目の前の任務に全力でぶつかっていくだけだ。
ていうか誰だお前たちは。この子たちは三神楽三姉妹さ。神楽千年祭の執行部として協力してもらってるんじゃ。三神楽、さまざまな世界と交信する力を持った巫女の一族と聞いたことがあります。ホムラ、バイトのことなら心配はいらん。ここにいる間、元の世界の時間は停止しとるんじゃ。だからバイトをクビになったりはせんわい。時間を停止させてるって、アスカさんのおばあさま、並大抵の力の持ち主ではありませんね。さゆり様は伊達に長生きしてないっす。さゆり様が持ってる知識や力はおばあちゃんの知恵袋なんてレベルを猛烈に超えてるっすよ。花火、私を年寄り扱いするとあんたでもぶっ飛ばすからね。すいませんでした、申し訳ないっす。私たちが置かれた状況は分かりました。ですが私たちをここに呼び寄せ閉じ込めた理由は分かりません。もしかしてばっちゃんは私たちに夏休みをくれたの？普段厳しい修行をしている私たちにご褒美みたいな感じで。なるほど、それなら納得だ。外の時間が止まっているなら思いっきり夏を満喫できるからな。忍びに夏休みなどありゃせんわ。お前たちを呼んだ理由、それは忍びの盆踊りをやってもらうためじゃ。忍びの盆踊り。月仙、半蔵、蛇女、穂村愚連隊、そして私たち神楽千年祭執行部の5つのグループでド派手に勝負するのさ。ルールは簡単よ。それぞれ81個の櫓を持ってお互いにぶっ壊し合うってわけ。あんたたちみたいなバカでもわかるでしょ。夏だ、祭りだ、喧嘩ってわけだ。血が騒ぐ、もう体が熱くなってきた。とりあえず脱ぐか。どうして脱ぐの。ちょっと待ってください。まだ私たちは忍びの盆踊りをやるとは言っていませんが。いや、お前たちはやらないわけにはいかないね。なんせ櫓を一番多く壊したチームには神楽への道が開かれるからね。神楽だと。ほう、神楽、忍びの最高称号か。神楽への道とはどういうことですか。それもいずれわかるさ。そうそう、戦いの場所も私が忍び結界で様々な場所に変化させてあげるよ。いつもこの島だけだと気分も盛り上がらないだろうからね。とにかくお前たち、櫓が最後の一個になるまで戦うがいい。まだまだわからないことだらけですが、やるしかないようですね。じゃあ手始めに一丁、私たちが遊んでやるぜ。祭りだ祭りだ、ド派手に暴れてやろうじゃないか。Let's go.
ユミ、鎮魂の夢に沈めましょう。いざ聖火の宴に舞い散れ。こっちの番だぜ。さあ、いてつけちゃいないぜ。いてつけ。いてつけ。シャラ。はい。やめろ。打たせていただきます。眠りなさい。危ないじゃないかい。とりゃ、ちょっと待って。派手に咲きな。逃がしません。いてつけ。とりゃ。それ。眠りなさい。せ。どうして。どうして。危ないじゃないか。打たせていただきます。予測してんのよ。なんかに負けたら私が廃るのよ。お前らふざけんなよ。今の勝負本当に全力だったか。手を抜いてたんじゃねえのか。手を抜いていたわけではありません。戦いに集中できなかったのです。言い訳は見苦しいんだけど、集中できないのも実力のうちよ。入るんば。かさ、やっぱりユミちゃんが感じてたんだ。この気配って懐かしくて温かくて、わしたちがよく知っている気配。まさか本当にそうなのか。絶対にそうだよ。みのりたちが間違えるはずないもん。黒影おじい様、死んだ忍びが生き返る世界ならばおじい様もここにいるはずです。つまんねえな。せっかくの喧嘩が台無しだぜ。まあ気持ちはわからなくもないけどね。どっちにしろ忍びの棒取りが終わるまではこの世界から出ることはできん。しばらくはお前たちの戦いを見せてもらうわ。三神楽三姉妹行くよ。はーい。うっす。次に会った時は本気で来いよ。気の抜けた喧嘩なんか私はごめんだぜ。
どれにいたしましょう。これにいたしましょう。いらっしゃいませ。あやめのおすすめは、たくさん入れると新しい下着が当たりやすくなります。出てこい出てこい、いいの出てこい。新しいの出ました。コインを使うと新しい下着が当たりますよ。これにいたしましょう。覗かないでくださいね。ハレンチな格好はいたしませんよ。ハレンチな格好はいたしませんよ。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。交代いたします。カツラギさん、あたいに任せない。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。衣装を選んでいただけませんか。これにいたしましょう。各種資料の確認が可能です。みんな元気に。どれにいたしましょう。音楽は心が落ち着きますね。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。こまめに記録をしましょう。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。各種音量や操作方法を変更できます。カツラギ、行くぜ。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。各種音量や操作方法を変更できます。カツラギ、行くぜ。どれがいいかなと決めたぜ。私の装束を選んでいただけないでしょうか。ハレンチな格好はいたしませんよ。場所変えよう。なになに、ポーズ取るの。
景色を変えましょう。ハレンチな格好はいたしませんよ。場所変えよう。昔みたいにできるかしら。病気お姉ちゃんが死んじゃった後は病美ちゃんに遊んでもらってばっかだったから、久しぶりに病気お姉ちゃんに遊んでもらいたいの。何よ、病美相手じゃ不満だったっていうわけ？バカ犬のあんたが偉そうに。料理がバカ犬のお願いを聞いてあげなくちゃいけないのよ。バカ犬はバカ犬らしくそこでチンチンでもしてなさい。頑張るか。チン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 。相変わらず仲良し姉妹みたいね。お姉ちゃん安心したわ。仲良し姉妹なんかじゃないわよ。料理はただバカ姉のリョーナをしつけてるだけよ。長女の誰かさんがいなくなっちゃったからね。ごめんね、お姉ちゃんが死んじゃったからいけないのね。別に謝らなくてもいいわよ。病気お
ちゃんはこうして生き返ったんだもん。過去のことなんて絶対どうでもいいよ。だからね、病気お姉ちゃん、ミョウナちゃんといっぱい遊んでほしいの。わかったわ、病気お姉ちゃんいっぱい頑張る。できるようになったし、お姉ちゃん思わず昇天しちゃうところだったわ。せっかく生き返ったって言うのに、こんなくだらないことで昇天しないでよ。それもそうね、お姉ちゃん昇天しないように気をつけるわ。ねえねえ、りょうびちゃんも遊んでもらいなよ。絶対楽しいと思うよ。遠慮するわ。どうして？昔はりょうびちゃんも病気お姉ちゃんと一緒によく遊んだでしょ。今はそういう気分じゃないの。
涼美ちゃん。遊ぶなら二人で遊んで、涼美はちょっと一人になりたいから。せっかくまた三人で遊べると思ったのに。ごめんね、リオナ。でも涼美はまだ。飛ばしちゃうぜ。ヨン、マイジュンジュン。うん、開始。クソ、一旦引くぜ。Thank you.
かなっと。決めたぜ。次は誰が行くんだ。日陰。ほいさ。どれがいいかなっと。決めたぜ。音量を変更できるぜ。どれがいいかなっと。決めたぜ。みんなそれぞれの道を行くんだな。みんなの物語だ。楽しもうぜ。いいかなと決めたぜ。私の装束を選んでいただけないでしょうか。いいかな。決めたぜ。どれがいいかな。決めたぜ。
衣装を選んでいただけませんか。敵が襲ってくるかわからんのだぞ。大丈夫よ、ホムラちゃん。少なくとも半蔵や月仙、蛇女の子たちは私たちを襲ってきたりしないわ。どうしてだ。忍びの盆踊りで櫓を一番多く壊した者に神楽への道が開けるんだぞ。みんなこぞって私たちの櫓を壊しに来るに違いない。ホムラちゃんみたいに単純だったらそうなるのかもしれないけど、みんなはもう少し慎重よ。せやな、勝手にこんなとこに連れてこられて、いきなり忍びの盆踊りせえって言われてもな。そうそう、まだわからない点が多すぎるのよ。確かにそう言われると返す言葉もない。あ、またまた来ましたわ。今度
未来がタコと一緒にタコ踊りしとるで。この島は食材の宝庫ですわ。さすがに、うん、ああそうかもしれないな。私たちのテリトリーです。絶対に渡しません。読み舞い順じますわ。
なんとかこの寮母は守れましたね。これで食料問題はしばらく安泰ですわ。もうお腹ペコペコよ。早く食べようよ。わしもや、久しぶりに思い切り食べまくるで。さっきの奴ら、私たちの櫓が目的だったようだが。さゆり様はどうしても私たちに忍びの盆踊りをやってほしいみたいね。どうする？あっちのペースに無理に合わせても仕方ないわ。私たちは私たちで夏を満喫しましょう。ちょっとしたバカンスだと思ってね。そうだよ、ホムラ。現実の世界に帰ったらまたアルバイト地獄が待ってるんだよ。こんなに素敵な時間を過ごせることはそうそうありませんし、楽しめるときに楽しむのが一番だと思いますわ。わかった。ここはみんなの意見を尊重して夏を満喫するとしよう。ということで、楽しむと決めたら全力で食べて全力で遊ぶぞ。あー、やれやれ、少しつついたら乗ってくるかとも期待したが、抜け人のホムラ5連隊までもが平和ボケしとるとはの。これはもう少し強い刺激を与えてやる必要があるみたいじゃな。夏だ、ビーチだ、水着だ、おっぱいだ。もうあたいは誰にも止められないぜ。野牛ちゃん、一緒に貝殻を拾おうよ。野牛ちゃんに貝殻のペンダントを作ってあげる。そんな素敵なものを俺にくれるというのか。一生大事にすると。そのペンダントもひばりのことも。ほら、アスカ、あたいが日焼け止めオイルを塗ってやるよ。全身くまなく丁寧にな。自分で塗るから大丈夫だよ。コツネーに頼むとなんか変な触り方するんだもん。皆さん、少しはしゃぎすぎではないでしょうか。今は忍びの盆踊りの真っ最中なのですよ。けどさ、誰も襲ってくる気配なんてないだろ。どうせ他の連中も楽しくやってるに決まってるさ。ひばりもそう思う。だってこんなに素敵なビーチにいるんだもん。戦いたいなんて誰も思わないよ。しかし皆さんも聞いたはず、忍びの盆踊りの勝者には神楽への道が開けると。それも本当かね。だって神楽といえば忍びの最高称号だろ。それがなんで櫓の壊し合いで道が開けるんだい。まさか神楽と櫓をかけているのか。野牛ちゃん鋭い。きっとそうだよ。そうに決まってるよ。みんなごめんね。ばっちゃんがわけのわからないことを言って。俺は気にしていないぞ。ひばりとの楽しい思い出作りもできるしな。確かに忍びの盆踊りにはわからないことがたくさんあります。ですがだからといって遊んでばかりというのは。相変わらずイカルガは硬いな。そんなんじゃこの夏を楽しめないぜ。お前を揉みほぐしてやるのさ。凝ってる凝ってる。これは凝ってるわ。もみもみ、まみまみ。
ヒバリも一緒に揉みほぐす。ほら、イカルガさん、もみもみ、もみもみ。では俺はヒバリを揉みほぐす。こんなのおかしいですわ。もっと真剣に考えるべきです。今の私たちの状況や忍びの盆踊りについて。そんなこと言われてもな、夏があたいを狂わせるしな。わかりました。では私が正気に戻してあげましょう。少し手荒くなりますよ。忍びます。カツラギ、舞い忍ぶぜ。いざ尋常に舞い散れ。なんだかな。これでどうだ。おっと。これでどうだ。まだです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 。イカルガ、舞い忍びます。カツラギ、舞い忍ぶぜ。いざ尋常に舞い散れ。おしまいです。まだまだ。
Yeah.
忍びだというのに反省した。すまなかった、イカルガ。分かっていただければいいんです。でさ、落ち着いて考えてみたんだけど、あたいたちはどうするべきなんだ。やっぱ忍びの盆踊りをやった方がいいのかな。でもどうしてさゆり様はひばりたちに忍びの盆踊りをさせようとしているの。それがわからないとちょっと。確かにそうですね。神楽への道が開かれるという理由だけでは戦いへの気持ちが乗り切らない面もあります。ばっちゃんには何か考えがあるんだと思う。今までずっと家を空けてたぐらいだし。こんな状況だ、俺たちから無理に動く必要もあるまい。少し様子見をするのはいいと思う。そうですね、闇雲に動いてもいいことはありませんからね。ばっちゃん、一体何が目的なの。この評価なら妥当ですね。やっぱどこにもいないね。ですが、確かにおじい様の気配を感じました。うん、絶対にあれは黒影おじいちゃんの気配だったよ。だがこれだけ探してもいないのだ。やはり気のせいだったのかもしれぬな。そうですね、一旦おじい様のことは置いておきましょう。今は忍びの盆踊りをどうするか考えなくては。っていうかさ、みんなはなの？
やっぱ忍びの棒を取っちゃう感じ。神楽への道が開かれるそうですからね。それが本当なら他校の櫓に攻め込むのが正しいと思います。アスカさんたちはどう思っているのでしょうか。気になりますね。わしたちにその気はなくとも、向こうがその気ならば戦いは避けられませんから。じゃあ私がちょっちょ偵察に行ってくるよ。蛇女の子たちの様子でも見てこようかな。シキ、一人で大丈夫ですか。余裕っしょ、私に任せといて。忍びの盆踊りか。神楽のことの真偽はともかく、こんな空間にいつまでも囚われていては時間の無駄だな。まあまあ、そんなに急がなくてもいいんじゃない。ほら、せっかくの真夏のビーチなんだしさ、少しくらい遊んでからでも遅くないと思うんだよね。というわけで、みやび水着になろう。いや、ならん。どうして？どうしてもこうしてもあるか。さっさと勝ち抜ければこの世界から出られるかもしれない。ならば速やかに他校の櫓を壊すのに。みやびちゃん、でもでも。なんだ。ピオナちゃん、もっとここで涼希お姉ちゃんと遊びたいの？だって元の世界に帰ったら涼希お姉ちゃんとは会えなくなっちゃうんだよね。そうね、お姉ちゃんがこの姿でいられるのもここだけのことだから。そうなのか。りょうびちゃんだってそうでしょ。りょうきお姉ちゃんともっと一緒にいたいでしょ。りょうびはまだよくわからないの。あら、りょうびちゃん、ごめん、少し時間が欲しい。どうしたものか。大変だね。私にはマジ無理。シキ、お前何しに来た。はあ、私たちを襲いに来たんですね。私は早くお家に帰りたいのに。ほう、たった一人で櫓を壊しに来るとはな。その度胸だけは認めてやろう。何それ、別にそうじゃないんだけど。だが私たちを甘く見すぎだ。私は様子を見に来ただけなんだけど。行くぞ、シキ。てかこれマジでヤバくない？エリカにメールしたらかなり興奮しちゃうよ、きっと。でもまあ、こうなったらやるっきゃないよね。沈みましょう。